青杉城は、岩見国王地郡沢荘、現在の島根県王地郡三里町鉱山にあった、日本の城。戦国期の沢市の居城。岩見国王地郡沢荘の国人領主であった沢市の居城。約250年の長きにわたって、沢市の居城となった。標高494メートルの青杉が、山山頂に築かれた山城で、 南方を除く山形を河野川に囲まれ、天然の外堀を成している。南北の尾根には、市場の丸屋城、安江門城が築かれている。山頂部に主角があり、その他に、腰ルワやクルワが連なる、改革式の山城の特徴を備えている。河野川に面した一角には、見張り城としてのビクニ城の跡があり、沢市を祀る、小さな神社がある。 鎌倉時代末期に児童に任じられた三好県連は地名より沢県連都市を改めた。現行三年、五代醐天皇が挙兵すると県連は五代醐天皇側に味方した。県務の申請後、足利高氏の反乱によって南北朝時代に突入、混迷の時代を迎えると県連は防衛力の強化に迫られて青杉城を築城した。しかし、南朝、 昭平五年、北朝、寒能元年に、北朝側の名将校使体が城を攻撃し、約一ヶ月の攻防戦の後に、青杉城は落城。沢県連は自害したとも、内地にしたとも言われている。なお、この時に、沢氏の再起を期した家臣によって埋蔵金が埋められたという伝承が残る。その後、沢未連は北朝に基準して、沢氏の存続に成功する。 沢氏は、戦国時代は、甘腰に従うも、甘腰が滅亡すると、毛利氏に従属する。安土桃山時代末期に、沢氏は、貧後国崎城の五品岩木を領主したため、青杉城は廃城になったとも、吉川氏の属城になったとも言われ、沢氏の居城としての役目を終えた。慶長5年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏が、傍聴に過酷に減放されると、 青杉城も廃城になったと思われる。ありがとうございます。